オーラクリスタルの一例オーラクリスタルは人工的に作られた宝石の一種。透明度が高くランクの高い水晶に金属を蒸着して作られる。コーティングクリスタルとも言う。真空内において水晶を熱し、その後高温に熱しイオン化した金属の蒸気を添加する。金属原子が水晶の表面に蒸着し、独特の金属光沢を水晶に与える。色合いは 透明感のある色で、上着させる金属や温度により様々な色合いを見せる。また独特の金属光沢を有す。全体的に宝石の中でもさして効果ではなく、入手も容易であるものが多いことから人気がある。ブレスレットなどの小さな送信具に用いるために、球状もしくはビーズ状に研磨されたものに加工を施しているものが多い。ペンダントなどの大きな送信具に用いたり、 ポイントとして用いるために水晶全体をそのまま用いることもある。またクラスターのものも見られる。クリスタルヒーラーの間ではコーティングクリスタルは価格もそれほど高くないことから人気が高い。水晶以外でオーラクリスタルのような加工が施された石は通常オーラではなくフラッシュと呼ばれる。ありがとうございます。